うどん中のムイビュー。東京都町田市、14時過ぎで多くの店が昼の営業を終了しています。なんとか領収証人さんを見つけました。独特なラーメンが多いようです。チャーハンもあるじゃないですか。なんと4種類の麺からチョイス可能。週替わりランチセットは業種濃厚塩ラーメン。うわー、どれも美味しそう。というかめちゃくちゃ量が多そうです。食べたことない種類のラーメンがたくさんあります。どれも濃厚そうですね。天津も種類が豊富。一品物もボリューミーです。チャーハンのサンプルもありました。なんとかランチタイムに間に合いました。雨の日の遅めの時間で空いていました。テーブル席がたくさん。中国の街角を切り取ったような雰囲気。あら、Bセットはミニチャーハンと餃子2個付き。マルトクランチはチャーハンをつけられるけど餃子はなしか。Bセットを注文しましたが、一応メニューも見てみます。麺の種類を変えるだけでもラーメンの雰囲気が変わりそうです。ページが多いので少し早送り。創作料理的なメニューも多いですね。人気ナンバーワンのスーダータンメン。濃厚ラーメンシリーズ。具が多いですね。
なトッピングの種類も豊富。メニュー一つ一つに説明があって、ゆっくりと読んでみたいですね。あ、やっぱり、チャーハンも美味しそう。いや、これ、絶対に餃子も美味しい。一品の一品料理。あ、なんだか料理ができたみたい。メニューもちょうど終わり。お待たせしました。週替わりです。餃子も焼いてますので、後でお待ちします。4種濃厚塩ラーメンです。鶏肉のひき肉と、ザーサイのみじん切りにネギでしょうか。コラーゲンがたっぷり入っていそうなスープ。ミニチャーハンは具だくさん。餃子です。お待たせしました。一緒によろしいですか。なかなかふっくりとした餃子です。油をしっかりと使って焼かれていますね。全体的にきつね色の美味しそうな色。ミニチャーハンの具は卵、ネギ、ハムのようです。カラカラのようなんですが、しっとりもしていそうです。単品の料金よりも安いくらいなので、めちゃくちゃお得ですね。しかも、豪華な見栄え。いただきます。餃子のタレ作り。ラー油の砂もたっぷり。それでは、麺が伸びないようにラーメンからいただきます。お、具を取りやすくする金属のスプーン付き。スープの表面には薄く膜が張っています。うまい。塩味ベースで、濃厚、こってり。コラーゲンで、お肌がツヤツヤになりそうです。麺は、中太の洋州麺にしてみました。もちもちしていそうな感じです。おお、うまい。ちょっぴり柔らかめ。つるつる、プリプリしています。エチがあるというよりも、丸みのある麺。うまく、スープと絡んでくれます。どうやら、具は、鶏肉、ザーサイ、ネギに加えて、タケノコ、椎茸も入っていそうです。
粉たっぷりで、麺と合わせるとさらに美味しい。無理弁。醤油味、担々麺、スーダー担麺なども食べてみたくなりますね。ちょっと別のものも食べてみましょう。餃子にしようか、チャーハンにしようか。チャーハンを食べてみよう。色合いがいいですね。お、かなりカラカラ。うわ、めっちゃうま。塩コショウにラードの風味が加わっています。これならチャーハン単品も食べたくなりますね。無理弁。それでは次は餃子。楊州商人さんはチェーン店なのでセントラルキッチン方式で餃子の準備はされているかもしれませんね。結構重さがあります。スープが滴り落ちてきます。うまい。あんがぎっしりです。肉多めでニラの香りが漂います。ニンニクも入っているのか下味がついていて2個だけじゃ物足りなくなるくらい美味しい。タレがこれまたよく合う。楊州商人さんは昭和63年の創業だそうです。なんと親子4代にわたって経営されているそうです。どうやら浅草の製菓飯店さんが元となるそうで、大正9年からの歴史だそうです。チェーン店として大きくなったのは料理が美味しいというのに加えてメニューを豊富にしたり効率化を図ったりビジネスの才能もあったんでしょうね。穴開きスプーンが大活躍です。誰が考えたんでしょうかね。昼ですが、まだまだお客さんが入ってきます。店員さんの掛け声はシェーシェーのようです。女性のお客さんが多いのは雰囲気がいいからなんでしょうね。濃厚スープをいただきます。なんとか食べきりました。でした。親子4代の歴史が書かれていました。